なんかさっき気になったのがあって、あ、そうそう、あ、式条例、式条例って言うんですか、式条例っていうのは、いわゆるエロに特化するってことですね。いや、あの式条例ってね、ごめんなさい、俺もねまだ、生まれの知識みたいのを調べれてないんで結構個人の感想になっちゃうんですけど、はいはい、式条例っていわゆる疲れることによってその人の色気が増して異性からすごい好かれるようになるっていう、まあ取り付いた場合ですけどね、はいはい、俺は今マジで鳥条例がついてんだろうな、あのっていうのがまあ式条例なんですけど、あのね、単純にね、生きていた時に異常に異性からモテてた人みたいのがくっついた場合は、式条例になると思いますね、多分。あの要はなんだろうな、モテるのって絶対理由があるんですよ、無条件な理由じゃなくて、なんとなく異性からあの人魅力的だなって、いるならいろあの魅力的だなと思われる理由って絶対あって、それが自然的に移るっていうあ のが式条例のことなんじゃないかなっていうふうには僕は思ってますけど、まだごめんなさい、あんまり明確にこれだって断言できてないんですよ。なんで断言できない、もし断言できてたら YouTube で残してるんでまだちょっと断言はできてないです。なんでまあ別に幽霊に性欲があるとかっていうのとは違いますね、別に式条例っていうのは。じゃあなんかあれなんですね、あのそのエロが幽霊が苦手っていうのはその式条例も一緒ってことですか。うん、苦手っていうのは基本的に離れるもんだと思うよ。うーん、じゃあそれを下げて、はい、ラーメンいきます。あ、ラーメン、すげえ。でもこれいけるかな、多いんですよね結構。おお、なかなかボリューム。トウモロコシは、あ、食べます。でもちょっと、あ、最後にいただこうかな、ね、甘いからね。美味しいトウモロコシ、なかなかボリュームなんですよ。ここにも1個置いていいですか。もちろんもちろん。すごいボリューミー、ボリューミーのラーメンです。裏路地の日はマジで腹いっぱいになるもんな。ラーメン、へえ。食べたい、美味しいっすよ、絶対。もう、おでもエロをから逃げるって言っても無理じゃない、一人とかだったら結構無理じゃないですか。坊さんなどの色欲を抑えていた人が式条例になりやすいと聞いたことがあります。あ、それはないかな、多分。どれかの欲求が非常に特化する場合っていうのはあるんですけど、そうじゃない場合は基本的には人間って他の欲求で意外と満たされるもんなんですよ。例えばですけど、ご飯食べてる間にエロいことってあんまり考える人いないじゃないですか、ご飯食べてる間でもエロいこと考えれる人って本当にエロに特化してる人ですよ、ね、まあ、逆もしかりですけど、エッチなことしてる時に飯食える人とかもう、エロに特化してる人だし、とか、寝てる間に飯は食えないじゃないですか。めちゃくちゃ眠いってなった時にめちゃくちゃ腹減ってても多分寝るが勝つでしょ、とか、あの意外とね他のことであの優先順位的にね収められるんで、坊さんとかってのエロを抑えるっていう感じになるけど、実は他の欲求を満たすことによって意外と解消はできてるんで、なんかねそんなに抑え込んでる感じの意識はないかもしれないですね。な、俺特化してるわ。だからね、そういう風に考えるとね、俺は特化してないなって思いますわ。意外と飯食ったりとかね、なんか他の眠っつって寝ちゃった時とかにもうエロいこととか完全に忘れちゃうもんな。おいしい。これは何味ですか？これは牛骨みたいな。へえ、うまそう。なんかね、すごい不思議な味付けです。おいしい。